皆さん、暑い日が続いてますけども、お元気でしょうか。ホライズンコミュニティチャペルの塩島です。今日もこのリビングライフの時間がやってまいりました。今日のタイトルは、契約を誠実に守られる真実と公正の神。2019年7月の21日、今日の聖書箇所は詩編の111編1節から10節になります。詩編111編1節から10節。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はそのくすしい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。御手の技は真実、公正。そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。この詩編の111編は、主がなされた御業を特別に感謝し賛美しています。なぜなら、聖書の信仰の特徴は、神が歴史上でなされたことに基づいていなければならないからです。そのことを象徴しているのが聖餐です。私たちが行っている聖餐は、もともとはキリストが弟子たちと行った杉越の祭りという食事のことです。そしてこの杉越の祭りとは、主なる神が本来はアブラハム契約によって約束された祝福を実現するための存在とされたイスラエルの民が、なんと430年もの間エジプトの奴隷であったことから贖い出されたことを覚えるためのお祭りです。そして今もそのことを行っていますよね。しかし、今私たちが行っている聖餐の意味は、私たちが罪の奴隷であった、つまりキリストの十字架と復活によって実現した新しい契約によって、ヘブル人の手紙の2章の15節に書かれているように、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた私たちを完全に解放してくださったことを覚えるためのものです。ですから、この詩編の記者はこの主の御業を覚えて、まず主を賛美することから始めています。詩編の111編1節2節。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。まずこの詩編の記者は主の偉大な御業を覚えて、このように主に感謝し、主を賛美しています。そしてキリストの体の教会とは、十字架のある建物のことではありません。まさにこのように主の御業を喜んでいるすぐな人たちの集いであり、またそのための集まりです。そしてその偉大な御業をされた主を尋ね求めるためにあるのです。教会がこのような人たちの集まりになるとき、教会はまさに神がこの地上においてご自身の御業を表せるための場所となり、その御業によって、その御業をされた主を尋ね求める人が加えられる場所になるのです。そのような教会の姿が、使徒の働きというところに書かれています。使徒の働きの4章の32節33節。
信じた者の群れは心をと思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く明かし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったと書かれています。このように信じた者の群れの集まりであった教会は、この偉大な主の御業の上に心を思いを一つにしていたので、教会の目的である主イエスの復活を非常に力強く明かししていたので、このように神の大きな恵みがその教会にいたすべてのものの上にありました。これが神がイメージされている作り出した教会の姿ですね。ですからまさに初代教会とは、この詩編の111編に書かれているように、主の御業を喜ぶ人の集まりとなっていたのです。さらにこの詩編の記者はその御業の上にこのように主を賛美しました。詩編の111編の3節から5節、その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を常しえに覚えておられる。その主の御業はご自分の義が表されるためです。その義とは永遠に変わることのない義です。その神の義を表されたのが、まさにキリストの十字架上での死でした。それは私たちが原因ではなく、主がこのように情け深く憐れみ深い方であるからです。またその御業は、主が私たちと交わされた契約が永遠的なものであることを実現するもののためであることを覚えるためでもあります。なぜならこの常しえの契約は神ご自身のご性質に基づいているものだからです。さらに詩編の111編6節、異邦の民の譲りの地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。主が430年間エジプトの奴隷であった、つまりこの世の価値の奴隷であったアブラハムの子孫であるイスラエル人があがなわれた目的は、アブラハムと交わされた契約を実現するためでした。それは神の民とイスラエルの神の民とされたイスラエルの民に、この契約による主の御業を通してご自身の力を告げ知らせるためだったのです。そしてこのことは、私たちがキリストの十字架と復活という偉大な神の御業によって実現された新しい契約によって、罪から贖われて救われることによって、罪の奴隷から神の子供とされた特権を与えられたものとして、主の御業を喜ぶ人たちの集いである教会において、この偉大な主の御業を喜び、この主に感謝し、主に賛美するためです。それはなぜでしょうか。詩編の111編の6節から8節をお読みいたします。異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。御手の技は真実公正、そのすべての戒めは確かである。それらは世を限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。それは主がアブラハム契約によって約束された異邦の民の譲りの地を、モーセ契約によってご自分の民とされたイスラエルの民に与えることによって、神である主が約束の御言葉通りにしてくださった御業を告げ知らせるためです。それはその御手の技が真実であり公正であり、そのすべての戒め御言葉が確かであることを明らかにされるためなのです。今日もこのようにキリストを信じる私たち一人一人に、その御言葉御心が確かであることを表し、告げ知らせるための生涯に一人一人を導いてくださっているこの偉大な主を見上げてまいりましょう。このように神である主は、神の民であるイスラエルと交わされた契約に従って今もご自身の御業をされることを、このように変化の激しい現代においても少しも変わることなくなされているわけです。そしてその証拠が、今この世界にですね、イスラエル国家というものが存在していることなんですね。
そしてそれはその神の御業が何が原因で何が目的でなされているからなのでしょうか。それが詩編の111編の9節10節、主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。それはこのように主がご自分の契約を常しえに定められていることを表されることによって、ご自身が聖であること、つまりかけ離れている存在であることを表させるためであり、またそのことによって私たちがその主を恐れ、つまりその他のすべてに勝っている方として覚えることによって、この地上にあって良い明察を得るためであり、またその主の誉れが永遠に固く立つことを知るためなのです。キリストを信じている私たちの生涯はこのように、この聖なる主にあってのみ実現可能な生涯に歩むためのものだからです。今日もこのような生涯に導いてくださっている主と共に力強く歩んでまいりましょう。主の祝福をお祈りをいたします。全知全能の天のお父様、感謝いたします。私たちは特にこの変化の激しい時代の中にあって、昨日も今日もいつまでも変わらない主を信じることによって良い明察を得ることのできる一人一人であることを心から感謝いたします。あなたの子供たちが今日も力強くあなたを見上げて歩んでいくことができるように、キリストイエスの力強い皆によって祝福してくださるように心からお願いいたします。主イエスキリストの全能の神の御子の皆によってお一人お一人を祝福してお祈りをいたします。アーメン。